はい、どうもこんにちは、くまでーす。今日はですね、以前にコメントをいただいた中で、やろうと思ってたことをスタジオに来ましてやることにしました。ナチュリバーブをつけて、アンプで繋いだらどうなるのとか、ハウリングがちょっと心配だなとか、そういったコメントもありましたので、今回実験をするということでスタジオに来ました。もうナチュリバーブついてます。で、この LR バックスのですね、ピックアップを使って、で、ちょっとね、シールドをつけて、ここからミキサーの方に入って、今真後ろの上の方にあるんですけども、そちらのスピーカーからですね、音を出しています。この状態で結構音を大きくして、弾いてみますので、どうなるか実験していきます。はい、まずアンプを通さない音ですね。しっかりかかってますね。では通します。はい、最後にですね、むちゃくちゃ音を大きくしてみました。ちょっとやってみます。さすがにこの大きさになるとナチュリバーブをつけてるからとか関係のない感じだと思うんですけども、
ずっとピーピー言っちゃうとかそういったことはありませんね。ロングトーンを弾いた時なんかにやっぱりハウリングしちゃうっていう、まあ、一緒にもう共鳴しちゃってる感じなんで、やっぱこれはもう多分普通にナチュリーバーブをつけなくてもなってしまうかなと思います。モニターから遠ざかるとかそういったことをすれば多分大きい会場とかでも問題なく使えると僕は思います。はい、どうだったでしょうか。意外とですね、びっくりしましたね。全くハウらないっていうことで、常識の範囲内の音であればおそらく全く問題がなく、使えるということが分かりました。しっかりと、残響音も、ピックアップが拾ってくれて、音もしっかりと、何か不都合なことがあるわけでもなく、そのままリバウがかかり、そのまま使える音として、使えましたね。予想では僕はもう絶対ハウリングするだろうと思ってたんですが、全くしなくてびっくりしました。はい、今回の動画はいかがだったでしょうか。もしよかったら高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。ではまた。